と思います。こんにちは。こんにちは。ちょっと前髪をすごいことになってるんですけど。こんなに前髪汚いことある？もういいや。無理です。今日は前髪諦めました。ちょっともうちょっとさ。比較したいよね。こうかな。お誕生日おめでとうでたくさんありがとうございます。よく可愛いでしょ。グレイルで買いました。めっちゃ可愛いよねこれ。2000円台ぐらいのけどめっちゃ可愛いのでぜひ買ってください。ねえ、かわいいよね。これはファンの人にいただいたやつです。みんなお空。みんなお空。これね、めっちゃいろんな色もあるから、これ結構なんかここががっつり開いてるって感じなんで、ここにタートル、なんかいろんなやつ着てタートルでも絶対かわいいので。おすすめです。後ろもレースある。そう、ケーキまだな。いや、撮影があって今日それで食べたんですけど、一個家で買ったやつはなんか4時間なんか冷蔵庫で解凍しなきゃいけないみたいな、なので無理なんです。そう、さっきご飯に行ってきて、そしたら遅れちゃいました。そう、家族でしゃぶしゃぶを食べました。今日のメイク大人っぽい。めっちゃ10分メイクみたいな感じなんですけども、あのアイラインを多分今日どっから落としちゃったんですよ。今日なんか一回なんかこのマスカラを「落としましたよ」って言われて「あ、ありがとうございます」って「取れた」ってなって、多分その時にアイラインも多分落ちて、アイラインないんですよ。だからもうなんかアイラインもなんかオレンジで描いてて、ちょっとあれなんですけど気にしないでいただいて。豪快。私はもうくしゃみを可愛くできるようになりたいですね。チークちゃん、チークちゃん私最近探しててやっと見つかったんです。ずっとメンバーに借りてて、これでーす。ピーチバームだって。ピーチビームか。何これ、何だったの。あ、ピーチビームって絶対ピカチュウとのあれだから、コラボかだからかな、分かんないけど、うん、
今日メンバーに会ったよ。でも二人にしか会ってない。すごい、なんか新しいやつ増えてる。すごい、私最近なんかいつもショールームすっごいやってやらなくてやってやらなくてなんですけど、また12月はねちょっといつもよりはその毎日配信はしないんですけど、なんかできる時はしようかなって思ってます。うん、え、 M ステーションの生写真、私めっちゃ漏れてますめっちゃ漏れてます。自メイクだからです、多分。え、自メイクだったっけ。いや嘘かも、嘘って言ったかも、嘘つきました、ごめんなさい。いや覚えてないんだけど、 M ステーションの私はめっちゃ漏れてて、私いつもなんか生写真、あー申し訳ないな、これ当たった人ごめんなさいって思いながらいつも書いてるんですけど、 M ステーション、え、いつもより漏れてるって嬉しいってなりました。え、あれミュージックステーションじゃないの。 え M ステーションって言ったん、私今 M ステーション、なんかみんなそんな言わないでよじゃあごめんなさい、ちょっと気分が舞い上がっちゃってすいません、 M ステーションとか言っちゃった。もういいじゃん M ステーションでみんなめっちゃ言うじゃん、いいじゃん別にすいません本当にお話し会行ったことないんですけど初めてでも大丈夫です、ぜひね。そう、鬼って何みたいななんですけど、私も分かんないです。なんか、あ、節分近いじゃん、鬼やろみたいな思って鬼って書いたんですけど、まだ何も決まってなくてちょっと分かんないですでもあれをするのでぜひ見たい時に、うん、なんか今までは4部と5部とかに服分けてたんですけど、ちょっと同じにしようかなって、それがたまに買えるかなみたいな。私服の時は2着とか分かんないですけど、なんかみんなも割と1着の子とか見て、あ、そうそうしようかなみたいな思ったので、それめっちゃ助かる。え、一部の方が、え同じ服の方がありがたいですか。ちょ、それだけ聞きたい。ちんか、島村とコラボのやつママが買ってきてくれたんです。なんかタンプレになんかいっぱいちいかわのグッズを買ってきてくれたんです。かわいい。その方が嬉しい。あ、そうなんですね。じゃあそうします、これから。そうだよね、行けなかったってなったらショックだもんね。よかった。そうですね、お察しの方もいるかもしれないんですけど、本当に誠に申し訳ございませんなことに、インスタはやる、やめる、いやいや、噛むな、インスタはやりませんインスタはやりません。ちょっとこれは自分的な問題で、ちょっとまだやりたくないんです、ごめんなさい。まだやりません。すごくやりたい気持ちはあるんですけども、もうちょっとね、もうちょっと頑張ってからの方がいいなと思うので、いろいろなので、本当に誠に申し訳ありません。これは勝手な私のあれです。マネージャーさんは別にいいよみたいな言ってくれたんですよ。だけどちゃんと
1週間とか2週間ぐらいはちゃんと載せなきゃダメだよみたいな言われたんですけど、だけどやりません、誠に申し訳ありません、ごめんね、あんなに言ってたのにね、まだその時ではないと自分で勝手に判断いたしました、すいません。なのでね、そうごめんなさい、なのでもうちょっとね、TikTok はしませんTikTok はしません、まあインスタのね、あれストーリーとかにあげるぐらいならしてもいいかもしれないけど、ちょっと残るのはちょっとすいません、まだインスタはしません。あとちょっと私いつも自撮りが多いじゃないですか、だからちゃんと、あ、今日載せた写真はちょっと撮ってもらったんですけど、え、自撮りかたどりどっちがいいですか、ちょっとそれを聞きたいです、ちょっとどっちがいいですかね、自撮りかたどり、うん、どっちもたどりの方が漏れてる、たどりたどり自撮りたどり自撮り両方たどり両方両方、え、うんうん、たどりの方が多いね、たどり、私人に頼むのがめんどくさくてすごくいつも自撮りしちゃうんですけど、まあ自撮りも撮りつつたどりをねたくさん撮りたいなって、私縦の画面が盛れないんですよ、まあ、顔が長いので横の方が横になるんですよ、だから全部横から斜め45度からがいいんですよ私はそっちなんかもらえるのでだから自撮りにしちゃうんですけど、だからちょっとちゃんと、はい、縦画面でも耐えれる顔面になりたいなって思います。なんか私今日あげた写真すごい目の大、なんか私いつも写真なんかユーライクで撮ってるんですけど、あれで撮ってそのまま上げてるんですけど、その後から加工とかそんなあめんどくさいのであんまりしないんですけど、ちょっと目の加工をちょっと大きくしちゃってたんでしょ多分、だからちょっと目が大きくなってて詐欺になってるなのでごめんなさいっていう感じです。ユーライクいいよね、誕生日の配信だった、そうだごめんなさい、まったりしてるね、12時になった瞬間にジャンプした、え、ジャンプっていうかピョンピョンピョンみたいなわかんないけどしました、あーすごいたくさんタワーありがとうございます、ちょっとタワーの名前を読んでいきたいです、もしかして消えてる感じ？これちょっと2時間目で、りょうちゃんありがとうございますあと、あ待って、どんどん消えちゃう、やばい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 、のぞみちゃんありがとうございます、ありがとう、ゆりちゃん、あゆりちゃんありがとうみのりーちゃんもありがとう、レちゃんもありがとう次はゆりた、あ、いや17歳おめでとう、ありがとう、いとこんさんもありがとうございます、れいさんもありがとうございます、絶賛、なにこれ偏頭痛中大丈夫ですか次はめいれさん、あ、めいれさんありがとうございます、ありがとう、いつも、あ、2つありがとう、ありがとうわ、ありがとうございます本当に、あと、あ、ゆずちゃんだ
ありがとう、おゆずちゃん。あ、ゆらゆらちゃん、おめでとう、大好き、ありがとう、ゆらゆらちゃん。あと。あとは、あ、しゅんまめ。しゅんくんとまめちゃんかな。ありがとう。ありがとう。えなぞ、ハッピーバー、ラブ。ラブ。ラブ。ありがとう、なぞちゃん。次は、あ、リコルン、リコルン、ちょっと待って、目が乾燥。リコルン、ありがとう。リコルンちゃん、リコルン、ありがとう。あ、院長さん、ありがとうございます。昨日も院長さん、ありがとうございます。次は、あ、旬豆、また旬豆、ありがとう。あと、ミクナコーデさんもありがとうございます。ありがとう。あとはレイさん、あ、レイさん、またありがとう。ね、頭大丈夫？頭だ、頭大丈夫？違う、頭の調子は大丈夫、頭の痛みは大丈夫。ごめんなさい、レイさん、ごめんなさい。頭大丈夫、ちょっと違う意味になってた。はるちゃん、あ、はるちゃん、はるちゃん、ありがとう。次はあいにゃ、あいにゃん、ありがとう。お誕生日近いの嬉しいね、にゃ。次はおめパレ、おめパレ、パレ、ありがとう。ありがとう。みおりん、みおりんもありがとう。みおりん、ありがとう。MKT さんもありがとうございます。昨日もありがとうございます。あ、まひるちゃん、まひるちゃん覚えてる、ありがとう、まひるちゃん。ヒッシーさんもありがとうございます。あとは、あ、おとめラブリコルンに変わってる、おとめラブ、ラブリコルン、ありがとう。ありがとう。あ、新米さんもめ、ありがとう、ありがとう。ありがとう。二人からね、ありがとうございます。あ、メイレイさんも三つ目、ありがとう、ありがとう。えなぞちゃんもありがとう、またありがとう。ありがとうございます、たくさん。ちょっと一旦ね、ここで、すごいたくさんありがとうございます。17歳ではすごいよ。あ、そうです、あの、これ誕生日プレゼントでもなんでもないんですけど、見て、携帯を買いました。てってれーん、 iPhone13、 可愛くない？ピンクにしたんです。なんか可愛い。そう、なんかどうしても買いたくて買いました。可愛くない？え、マジでこのピンクの色マジで世界一可愛いと思う。え、そう、これ画面で伝わんない。これもっと可愛い、ミルク、いちごミルクみたいなピンクしてんの、めっちゃ可愛くない？ちょっとこれなんか鏡みたいになってて、え、鏡になってる、ここ、え、待って、鏡になってる、リップの色とか見れる、え、最高。この待って、ちょっと映りたくないけど天井ならいいか。このここがさ、ほら、ちょっと鏡になってるから、え、めっちゃ見える、え、最高。最高。スマホケースどこで買った？なんかね、どっかで買った。なんかスイッチイージーって書いてる。でも、あら、映っちゃう。わかんないけど、なんかね、スマホケース屋さんで買った。けど可愛くないのかこれ。でも絶対これ中身が水色だったらもっと可愛いと思うけど、水色がね、iPhone Pro みたいな。Pro はちょっといらないので、可愛いピンクにしました。キャーちゃんがピンク使ってるとキャーってなる。嘘、そう、まだピンク使いますよ。ピンク好きだよ私。てか勝手にさ、ママがさ、みたいなんかつけてるんだけど、かわいい。え、 5G、 え、じゃあまだね、あれなんだよね、電源入れてなくて、まだあれなんですよ、変えて、まだ移行してなくて、ほんとさっきなんですよ。
誕生日プレゼントはねまだないんですないんですとか言ってえミニじゃないです多分普通のです。SE の白、今これこの携帯は SE の白なんですけど、これは iPhone。 え待ってめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い超可愛いじゃん。なんか私いつも透明なやつ使ってたんで今回も透明なやつにしようかなと思ったんですけど、花柄可愛いみたいな思って、可愛い絶対可愛いって言ってる。早く使いたいな。でも私自分で iCloud 移行とか LINE 移行しないといけなくてちょっと分かんないので、もし詳しい方いたらリプランで、あ Twitter のリプランでちょっと注意事項みたいなの教えてもらってもいいでしょうか。ちょっと移行、自分で移行する時の注意点みたいな詳しい方教えていただけたら嬉しいです。絶対画質いい。なんか私ねこの携帯撮るとなんかウィンウィンウィンみたいな、前髪がさウィンウィンウィンみたいになっちゃうの。だからね、そう、ウィンウィンウィンってわかるでしょ、なんかこうアップにしてたらムーミーミーンってなっちゃう。なんかあれ、私は UQ みたいなのにしました。なんか私使い放題なんです、ね、使い放題にしたよやっと。これでもうこれでもう通信制限悩むことなんてない。5G だし使い放題、最高最高だよ。通信制限さよなら。私この携帯あと多分500メガバイトぐらいで通信制限なんですよ。だけど私今日もう11月の10日ぐらいでもう17ギガぐらい、わかんない覚えてないけどだったのでよく伸びきった。だからいおりちゃんはぼっちで頑張ってください。通信制限、通信制限仲間ちょっといなくなっちゃうと思うんですけど、いおりちゃんも UQ モバイルにしたらいいと思います。ちょっとリップが薄いので塗りたいと思います。いい感じ、悪いでしょ可愛いでしょ、うん、うさぎさん元気ない？うさぎさん元気だよ、ほら元気元気。ちょっと私スリーショット撮りたいんだけど、てかこのちいかわは映していいんかっていう問題があるんですけど、あいいかなみたいな、ちょっとこれはちいかわって分かんないかなみたいな。ゲンガーどこ行ったの？ここにいます
レンガはちょっとさすがに映したらやばいかなみたいな感じなんで。アイシャドウ知りたい。アイシャドウは今度メイク配信するんですけど、これです。これとこれと指原さんのオレンジの方、これめっちゃ使ってるです。でも新しく9点であのアイシャドウを買うので楽しみって感じです。マジでイコラブ半分ぐらいこれ使ってる。ナータンもリサチもサナツンもあと一人ぐらい使ってる。もう半分はこれ使ってます。メガネ今日まで？え、やばいじゃん。無理無理無理。そこ見えてるね。そうなんです。使ってる色と使ってない色が。うん。メガネ2日間伸びた。ちょっと待って、28まで。よっしゃー、じゃあ大丈夫だ。うん、すごく喉が痛い。ジャスミンちゃん、え、飲み方見えてた？え、見えてないよね。え、めっちゃコメント見てた。チクシください、チクシ。先にスクショタイムしちゃおう。スクショ何のポーズがいいですか。じゃあまずドゥクシ、ドゥクシ、ドゥクシ。水族館で使ってたマスクはどこですか。わかりません。ママが勝手に買いました。安定のクマさんください。クマ、クマ、ナマステ。シェケ、シェケ。需要ある。シェケ、マサオくん。なにこれ、なにこれ。手のハート、ミハート。ウィンク。じとめ。半分ハート。ウサ耳。
さぎちゃん、ここここちょっと見えない。ちいかわの顔で、キモいからやだ。ちょっとキモいからやです、ごめんなさい。バブしてしないです。しないですとか言って、バブってなんだろう、バブ。なんかミリーあんまりこんな感じしてなかったっけ。ここも無理やなままね。ミリニャと申します。あ、全然寝てなかった。なんかあのミリニャなんかふわふわしてて可愛かった。このウサギちゃんはファンの人からいただいたやつです。トイザラスです、きっと。僕シナモンって言ってる、ね、いつもミリニャ。僕シナモン。あ、シナモンポーズしよう。またちょっとねタワーをね呼んでいきたいと思います。待って、消えてまーす。お疲れ様です。なんで消えるの、え、なんで消えるの、本当に許せない。でもきっとこの30位以内ぐらいの方はきっとくれたんじゃないでしょうかっていう感じだよね。大体30位以内わかんない、大体30位くらい。誰だろう、遅れた方。うん、ありがとうございます。大輔さん、あとサイン会もありがとうございました。ありがとうございます。キアタン、おたおめだって。みおりん、一生倒せ、本当にありがとう。みおりんラブ。こむちゃん、キアタンしか勝たん、こむちゃんしか勝たん。ありがとう。キアピョンメとショコピラブ、ショコピちゃんだ、ありがとう、ラブラブ。ありがとう。ありがとうございます。たくさん、ちょっと読めてない方いたら本当にごめんなさい。うん、申告していただけないでしょうね。申告、タワー投げたよーって。あ、エナゾーちゃんタワーありがとう。私はエナゾーちゃんのポーズを考えたいので、次のお話し会12月26日はちょっとクリスマスみたいなあると思うので、ちょっといつかいつの日かポーズを考えたいです。はい、あ、のぞみちゃんありがとう、ありがとう、のぞみちゃん。ありがとう。あ、トーマス、あ、トーマスさんもありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。あ、とやとやまるさん、とやまるさんありがとうございます、感謝です。ありがとうございます。あ、ななほちゃん、ななほちゃんありがとう、サイン会もありがとう、嬉しかった、ありがとう。
と。多分この上位の方を呼んできてるんです。あ、これは7位のゆえてんさん、ゆえてんさんゆえてんさん、ゆえてんさんじゃない、ゆえてん、ゆえてんありがとうございますきっとタワーは投げてくださったことでしょう、ありがとうございますめっちゃ笑いました。ゆゆ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 ゆえてん、ゆゆ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 えてん、あ、れっちゃん、れっちゃんありがとう、ありがとうれっちゃん、ありがとう。あ、旬豆、旬豆もありがとう、本当にたくさんありがとうありがとうね、プレゼントもありがとうね、たくさんありがとうございます。焼肉みたいなタワーって何？なんだ焼肉みたいなタワーって。焼肉もタワーな？焼肉どれ？ちょっとキア店は分かんないっす、どれだろう。んー、どれだろう。肉タワー、何それ。あった、何これ。ちょっとネタじゃないこれはコップさんありがとうございます。焼肉タワーなんて知らないんだけど、ありがとうございます。おもろ、焼肉タワー面白い。あ、ほんとだ、ここに焼肉タワー1個だけポツンってあるおもろっ待って、ミノリータンもありがたわ、ありがたわ、ありがとうみのりーたーんありがとう、たくさん皆さんありがとうございます。本当にちょっと読めていない方絶対にいらっしゃると思うので、本当に本当にどうしようって感じ。あ、肌のセブンティーンたくさん楽しんでね、リコルンだって、かわいい、ありがとうリコルンすごい、これでね、メッセージ伝えててすごく頭がいいリコルンありがとう。うん。すごい、なんか新しいさ。投げ物めっちゃ増えてるね。うん、俺のお父さんも今日誕生日でした、イエーイイエーイお誕生日ありがとうございます、ありがとうございます。投げ物、投げ物じゃないの、投げ物ん、なんていうの、投げ物なんて言ってるんだろう、ギフトか投げ物ってな投げ物はちょっとゲームのになっちゃってるあの手榴弾だからそっち系になっちゃってた、ごめんなさいグレかなって、えら投げ物なってみんな投げてるじゃん、こうやってジャンプして、うん、焼肉は投げないでいただいてナンプレと真似してるよ
ありがとう。キアラブ。ありがとう。あ、まだキアラブのポーズしてない。ありがとうございます。ハッピーバースデーフロムベトナムだって、ありがとうございます。就活で、ね、就活の方とかね、受験の方とかね、頑張ってください。応援してます。頑張ってね。おめでとう、ありがとう。それと今日、読めない。17歳の目標は自分に自信をつけるです。ペンライト。いや、ありがとうございます。コメント早くて全然読めてもらえない。すみれさん、すみれちゃん、ごめんね。ごめんね。お肌白いね。え、私肌白いですよ。私肌白いなって思いました。これからも頑張りたいと思います。もうなんか全員の写真とかでいっちゃん白い。私すっぴんは絶対にいっちゃん私が白いです。これはお母さんのおかげです。やばい、もう終わっちゃうよ、終わっちゃう。10時までなので。え、かわちい、白くてかわちいだって。かなえさん、かな、かなさん、かわちいって、かわちい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 、かわってこと。かわちいをちいかわにしたのかな、そういうことなのかな。ちいかわ、かわちい、ちいかわ、そうなんかも。ちいかまやめて。ちいかま、ちいかま、ちいかま、ちいかまに聞こえるわ。うん。タワーまだ読めてない方いますか。読めてないこといたろう。あの秋葉原のあのあれ、皆さんがツイートしてるのを見ました。 ありがとうございます。すごいと思って、本当にありがとうございます。幸せ、ありがとう。ね、もうみんなのツイートをね見てます。ありがとう。ちょっとまだ全部全然見れてないと思うんですけど、何日間もかけてね見れたいと思います。ちょっと待って、あの私あの聞きたい、聞きたか、聞いたのに全然見てなかったです。
あれ違う、読んでないこといないかな、大丈夫かな。哲郎さんありがとう、哲郎さんありがとう。またお話しましょう、ありがとう。お塩さん、お塩ちゃん、お塩ちゃんもありがとう、ね、また話そうね、ありがとう。ありがとう。うん、じゃあ今日じゃ壇上をねマジで秒で読んでいきたいと思います。10位、10位のぞみちゃん、9位えなどちゃん、8位たいすけさん、7位いとこんさん、6位みのりーたん、5位れちゃん、4位めいれん、あとケーキ食べる。3位れいさん、2位りこるん、1位しゅんまめ、ありがとう。ちょっととりあえずね10、あ待って、10人しか読んでなくない、読んでなくないとか言っちゃった。13位みくなこうじさん、ありがとうございます。12位ゆえてん、ありがとう。11位みおりん、ありがとう、ありがとうございます、たくさん。うん、もう終わっちゃうね、もう終わっちゃうよ。早いね、ちょっと私がもっと早くね比べばよかったんですけど、すいません、ちょっと携帯カバーとか買っちゃったから遅くなっちゃったんですけど、でも買えてよかった。買えてよかったから、よかった、よいしょ。やばい、スカート見えたらお腹パンパンなのがバレてしまう、とてもパンパンなんです。これさ縦線入ってるからあんまバレないけど、すっごくパンパンなので本当に本当に困っちゃいます。こういうやつさ調節できないからさ、もううーって。言わなきゃ分かんないのに言っちゃった。言っちゃった。いやなんかさ、もしさちょっとね、わかるかなって思って、わかる、分かったらどうしようと思ってね、ちょっと言っちゃいましたね。誕生日だからね。そうだね、タワーで隠れてるからね。すごい、みんな優しい、コメント欄が平和、とても平和です、コメント欄が。マスカラはデジャビューのやつ今使ってます。でもね、一生マスカラは瞑想中なので、ちょっとたくさん試したいと思います。訓練されたけ頭、闇があるな、それは。え、エクスパクトバトル、なんだ。かわいい。え、エティスのやつ使ってるよ、エティスのマスクスタジみたいなの使って
使ったらもうなんかまつげが増える。やばい、もう終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。今何分？ナウナウって送ってください。カラオケ配信に尽くします。ミーケンストロンの歌もね入ってるし、なんだっけ、アルバムの曲も入ってるのかな、わかんない。入ってる？え、待って、あと1分じゃん。やばいやばいやばい、なんか言い残したことある。どうしよう。とりあえずなんか誕生日配信っぽくない配信になっちゃったんですけど、とりあえず17歳も頑張ります。17歳はもっと頑張ります。はいちょっとね、ちゃんとね、もっとはい頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。ね、12月はねちょっと多めに配信できたらいいなって思います。はい、あ、待って、もう終わっちゃうね。ありがとうございました。キアラブラブ、みんなありがとうございます。楽しみます。17歳、ありがとう。チクシチクシチクシ、ありがとうございました。たくさん、うわ、ありがとうございます。